こちらが小島監督です。本郷高校から国士舘という46歳の監督。まあ、当然あの時の決勝で負けた時の鮮明にこう頭にね蘇るでしょうから、はい、今日は何としてもやっぱり勝ちたいでしょうね。そうですね、はい。さあ、そして招致深谷高校ですが、1予選は総体予選の8位でした。下がってありません。2次予選リーグ浦和南翔平に勝って西武軍には0対1負けています。で、2次予選トーナメントに入って稲垣県で8対08点取りました。で、浦和東に2対1という延長だったんですが勝っています。さあ、ここはボールを入れてシュートはどうだ、決まった。目黒が決めています。前半の立ち上がりまだ5分ですが、目黒のシュートです。落ち着いてましたね。本当に落ち着いてましたね。はい。で、ふわっと浮かせてループで取るというね、はい、自分でボールを奪って、ここはその後キーパーと1対1で、はい、浮かしてシュートと。野中も入っていましたから、そこに合わせることもできたんですが、はい、あえてこう浮かしてね、はい、ループで狙ったという、これなんかこういうところが目黒君の良さの一つですね。これまさに技術ですよね、はい、素晴らしいゴールになりました。ああいった局面でも落ち着いてプレーできる、ストライカーの一つの大事な条件じゃないですかね、はい。13番の内田から、そして関内、まだあるか、裏を取る、内田がいった、どうだ、シュートー、決まりました。大きな1点が入ります。いやー、立花完璧でしたね。崩しましたね、はい、ここから入って、そしてここで折り返して、立花待っていました。目黒君のパスから落ち合いくんですか。そうですね、これは、はいはい、ここで粘って、はい、で入れましたね、はい、マイナスの、あ、でここも難しいシュートですよね、はい、ここよく決めたと思います、いや、大きな1点が入りました。そうですね、2対0となっています。さあ、こうなったら時間を考えても行くしかないですね、栄はね。さあ、スローインです。ゴールが入ります。アディショナルタイムもまあそんなにはないでしょう。ただまあ足をつるシーンがまあいくつかありました。上野さん、はい、アディショナルタイム4分あります。あ、4分ありますか。4分ってことはまあこう本当栄も1点取ってしまえばね。そうですね。ああ、しかしこれで立花行った。立花右サイド、落合が行く。落合出た。大瀬田さん、落合行った。落合シュートー。決定的な1点が入りました。落合が決めています。3対0となりました。放送席、決勝進出を決めました招致深谷高校小島監督です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。終始攻める姿勢は圧巻だったと思うんですが、決勝進出を決めた今の気持ちを教えていただけますか。そうですね、うちらしい速い攻撃ができたのですごく良かったんですけども、ただなかなか前半の1点の次が取れずに苦しい展開になってなりました、はい。ただ最後きっちり決めてくれたので本当に良かったです。前の準々決勝ではそのらしさがあまり出なかったと話していらっしゃいましたけど、今日は見ていていかがでしたか。前回に比べてやっぱりうちらしさが今日は出てたと思います、はい。これでいよいよ来週決勝戦となります。相手は西武大になりますけど、意気込みをお願いします。そうですね、今年は2回対戦して敗れてるんですが、まあ、競り負けてるので、まあ、なんとか決勝ではですね、借りを返すように今週1週間練習して決勝に臨みたいと思います。今改めて決勝に進んだということで気持ちというのはいかがですか。そうですね、まだこのメンバーとまだ1週間できるっていうその喜びと、それから決勝、みんな応援してくれるみんなを決勝に連れて行けたことは本当に嬉しく思ってます。大切に決勝を戦ってきたと思います。これで全国大会も見えてきましたけど、どうですか、思いというのは何か出てきましたか。いやいや、もう決勝を戦ってみてのことなので、まだそんな感想は出ないんですけども、まあ、目標としている大会ですので、ぜひ目指して頑張りたいと思います。わかりました、ありがとうございました。決勝進出を決めました招致深谷高校小島監督でした。深谷高校です。こうですよね。
よく狙ってました ね落ち着いて、まあ、この辺はさすが目黒ですね、はい、ただ、まあ、見た目には栄もなんかもったいないなという失点でありますね、うん、そうですね、はい、もっとこう簡単にやっておけばなというゴールキックだったんですが、はい、立ち上がりは難しいですね、そしてこういう場面もありました。これ高橋ですよね。決定的でしたね、はい、どうなった、これが35分という前半でした。ですからまあこういう場面では確かに点にしておけばということだと思うんですが、はい、そして栄、これが13分後半です。ベルトガのシュート、まあ、チャンスは多々ありました、はい、そして25分今度は庄地深谷落合です。これが最後の落合、その前のこれ目黒ですよね、はい、まあ、らしさも出ているんですが、で詰めて落ち合いという、こういった場面が多かったですね、うん、はい、そういう場面でしっかりということですかね、はい、そして34分、ここはね、あの高橋がいいシュートを見せましたね、難しいシュート、はい、よくコースを流したと思います、8番目黒が帰って、そして8番、まあ、この2点目は確かに重い2点になりました、はい、ただやっぱりその後のこの1点、まあ、栄としても攻めていってるわけですよね、はい、まあ、しょうがないという部分かも分かりませんが、ただ数的には同数に近かったと思うんで、やっぱりもう少しその後ろの選手が自分の役割を意識して、はい、意識を持っていれば、最初のところで遅らすチャンスはあったかもしれないですね。まあ、ですからこの右サイド落合を持ったときは、ね、逆に栄の方はもっともっとこう持っているような能力高いと思うんですが、出し切れないまま終わったかなというなんかそんな雰囲気もあったんですよ ね、はい、実際中盤から前の選手の、はい、特に真ん中の選手といいますか、攻守の切り替えという面ですとか、うん、活動量という面ですとか、まあ、そういったところが少なくて、いい形で攻撃できればいいんですけれども、はい、途中でボールを奪われると相手にリアクションを食うことが多かったと思いますね、うん、でまあ、特にこの準決勝の第一試合が非常に武南対西武大でいいゲームだったんで、はいはい、まあ、それと比べて、うん、このゲームがやや、うん、動きの少ないゲームだったかなと、まあ、そんな感じがします。そう考えたら、まあ、本当に関東大会出た西武大